ブラボー志郎のなんか自信が湧いてくるラジオということで、おはようございます。始まりました、ブラボー志郎のなんか自信が湧いてくるラジオ。今日5月21日朝8時半でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。もうすっかりね、暖かくなってまいりまして、もうすぐ夏が来るぞなんていう感じの雰囲気になっておりますけども、この番組ではですね、皆様このラジオを聞いてるだけで今日一日なんとなく、どこからともなく自信が湧いてくる、そんな感じのですねお話をいろいろしていきたいなと思っております。お届けしますのは、私今年7月15日、もうすぐですけども、7月15日にメジャーデビューをさせていただきまして、2016年の紅白歌合戦出場を本気で目指すシンガー演歌ライター、長い肩書きでございます、ブラボー志郎でございます。今日も30分ですけどもお付き合いくださいませ。改めましておはようございます。ブラボー志郎でございます。この番組ではですね、地震について、地震って地面揺れちゃいますよ、自分を信じる地震、こちらの方のお話をいろいろしてるんですけども、このラジオを聞いてる方からですね、ちょっとこの間お会いした時に言われたことがございまして、そりゃいいですよね志郎さん、自信満々でなんて言われたんですけども、皆様誤解しております。私こんな話をしてる割には全く自信のない男でございまして、もともとね、そうそう、僕的にはですね、これ聞いてる方どう感じるか知りませんけども、結構ね内気で人見知りで、何かやるのでもこれもうやったらもうあかんのちゃうかな、もしかしたらダメかもしれんななんて思うたちです、どっちか言うとそんな感じの人間です。ところがね、昔やっぱりそんなんでいっぱい失敗してるんで、途中で気がついたんですよ。自信を持つっていうのは生まれついての性格だとかね、生まれ育った環境だとか、何かをやった経験だとか、そんなことではなくて単なるテクニックだっていうことに気がついたんですよ、自信を持つっていうのは。だから誰にでもできますよっていうのをぜひお伝えしたくてですね、こんな番組をやってますし、私ブラボー志郎歌手として活動しておりますけども、こちらの理念も根拠のない自信をたくさんの人に持ってもらいたいっていうのがコンセプトです。そのためにいろいろ歌を使ったりとかですね、舞台の上で喋らせていただいたりとか、そんなことで、そういうことをお伝えできます。そういう感じで今日聞いてくださいね。単なるテクニックです、自信を持つか持たんかっていうのは。自信を持たないっていうのは簡単ですけども、例えばね、歩き方、今皆さんどうでしょう。今日一日そこに来られるとき、今からどっかへ行くとき、どんな風に歩いてました。もしうつむき加減に歩いてるとしたらね、ちょっと胸張って前向いて歩くだけで随分人生変わります。でこんなん単なるテクニックですよね、下向いて歩くか上向いて歩くか。そして、しょぼんとした顔して小難しい顔して歩いてますか、それともニコニコして歩いてるでしょうか。まああんまりニコニコしてね歩いてるのも変かもしれませんけども、ちょっとね、にこやかな感じで歩くのだけでも人が寄ってきたりとか人生変わります。結構ねテクニック論なんですよ、自信持つっていうのは。今日もですねそんな感じでちょっと耳を傾けていただいたらいいんじゃないかななんて思います。では今日のなんか自信が湧いてくるもん紹介しましょう。なんか自信が湧いてくるアイテム紹介、本日の自信が湧いてくるアイテムはハットです。ハット、帽子。皆さん帽子いろんな形でかぶってます、かぶってない方もあるかもしれませんけど、まあ、別にハットじゃなくてもいいですよ、キャップとか、いろんな帽子あるじゃないですかね、そんなんありますけども、いろいろかぶってると思います。でね、実は私ブラボー志郎ですけども、検索していただくとブラボー志郎出てきますけど、大概の写真っていうかね、普段歌手として動いてるときはハットかぶってるんですね。前田どんなやろ、昔のほら、ギャング映画に出てくるみたいなあんな、帽子ですけども、これね僕もじゃあ昔からかぶってるとかっていうとそうでもないです。もう10年ちょっとになるかな、かぶり出して。でね、昔は憧れてたんですね、この帽子に、こういうのに。僕ね、柴田恭兵さん知ってます？柴田恭兵さんっていうのがいましてですね、俳優さんで、皆さんご存知だと思いますけども、中学2年の時にその方をドラマを見た時に、これはかっこいいななんて。でね、東京キッドブラザースっていう、あれなんですかね、まあ、劇団やってるということでね、中2、中3、
中学の時は無理か、高校入ってからぐらいね、その舞台を見に行ったんですよ。結構しょっちゅう行きました。だからね、彼がそういうハットをかぶって、いろんな演技する、とてもかっこいいんですよね。でかっこいいななんて。でもね、なかなか自分でそういうのかぶる機会ってないですよね、かっこいいと思いつつ。で、ね、今から10年前だから、もう僕は40手前ぐらいですかね、の時に、自分で仕事を始めてですね、自分で仕事をするときに何かこうトレードマークが欲しいななんて思って、そこで初めて、あの柴田恭兵がかぶってたああいうハットかっこいいから俺もかぶってみようと思っていろいろ探してかぶってみたんですけども、なんとかぶらされてるというかね、鏡を見てもなんちゃってな感じがするわけですよ。でそこでね、思ったのが、おじいちゃんっておるでしょ。例えば、日本で一番わかりやすい人で言うと、サザエさんのほら波平さんかぶってるじゃないですか、いつも。で普通おじいちゃんってものすごくさりげなくかぶってないですか、ハットで。あれを見た時にね、あ、かっこいいなと思ったんですよね。で柴田恭兵がかっこよかったのもきっとこういうことなんだろうなっていうのがあって、とにかく、最初なじまんながらもですね、ずっとかぶり続けたんですよ、いろいろと。そうすると最近では、ハットかぶってないと、四郎さんだとわからないということよく言われます。街中で会った時に、全然ハットかぶってなかったら気づいてくれもらえない時もあるぐらいですけども、やっぱりね、着るものとか、これね、今回ハット帽子の話をしましたけども、服でも何でもいいんですね、靴でも、身につけてるとだんだんと馴染んできて日々日々当たり前になってくるんですよ ね。例えばハットなんかでもね、結構最初恥ずかしいよ、あの初めて被るとき。それを被って、堂々と街中歩けて人と会っても、ああどうもなんて言えるようになるとですね、それがそもそも自分のキャラクターになって一つの自信になってきます。それで言うとね、これちょっとごめんなさいね、今日ラジオ聞いてる方で面白くない方がいらっしゃるかもしれませんけども、例えば僕ね、頭が髪の毛が薄くなってハゲたらもう坊主にしようと思ってます。まずね、坊主に、もうこれごめんなさいね、そうなってる人ごめんなさいけど、薄いまま いるんじゃなくてもう剃っちゃってウィッグかぶろうと思ってます、ウィッグね。で、ほらカツラかぶるとね、周りの人たちが言いづらいじゃないですか、シロさんあれずらじゃないのなんて周りでこそこそ言われたりなんかして、じゃなくて俺は堂々とね、これウィッグだからっていうのを言いたいなと思って昔から思ってて、でね、毎日変えるんですよ、ウィッグを。長いのにしたり、ストレートにしたり、茶色にしたり、赤にしたりみたいなことをしたいなと思ってて、もういかにも、あ、もちろんもう帽子感覚でウィッグをしたいなと思ってて、そんなんもね、もし僕もね、今やっぱ髪の毛がこう、まあ、最近もええ年で薄くなってきましたけども、これが薄くなってきたなってなった時に、そこでやっぱちょっと自信をなくすんじゃなくて、逆にそれを楽しんでみようっていう気に今はなってます。で最近はね、もうちょっとフライングで、ウィッグをかぶることが増えました。ウィッグかぶってみんなで飲み会しないとか言ってね、いわゆるそういう方々も来られてですね、みんなでウィッグを交換しながらやるみたいなことやってますけど、結構楽しいですよね。っていうのはそんなのも楽しんじゃいましょうと。でもね、これもやっぱり最初かぶってるだけやとなんとなくね違和感あるんですよ。ウィッグかぶったことある方があるかどうか別ですけど、いっぺんかぶってみてください。なんとも鏡で見た時の自分じゃない感ありますけども、これがね面白いもんで、僕まあこう仕事からそんなのかぶることが多いんですけども、かぶってるとだんだんね普通になってくるんですよね。全然これで電車の乗るとか、居酒屋行ってビール飲むとかありになります。ちょっと極端な話するとね、ハロウィンあるじゃないですか、ハロウィン。最近でこそこの1、2年、東京なんかでもね、あっちこっちで、大騒ぎになってますけども、僕らね割と昔からハロウィン大会っていうのをやってまして、地元で、僕の場合ね、バットマンの格好なんかもするんですけども、ガチですよ、面もかぶって、ちゃんとスーツ、あのバットマンスーツみたいなの着て、足元から全部バチッと決めるんですけども、最初すんごい恥ずかしいんですよね、人前に出るのが。ところがね、2年目から普通に自宅で来たまま近所の店まで行ってですね、そこでイベントが済んで、じゃあちょっとみんな喉かいたからビールでも飲みに行こうかって、普通にその連中らと、僕バットマンの格好のまま居酒屋へ行って普通にビール飲んでたら、ものすごいみんながシャメ取ってくるんですよね、ガチャ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 。なんやろうなと思って、初めて自分がバットマンやってことに傷つくぐらい、自然な感じになっちゃいました。今日ハットからえらい脱線してますけども、何か一つアイテムを見つけて、今自分が身につけてないものね、ちょっとこんなこと昔やってみたいけど俺は似合えへんのちゃうかなと思っているようなものでも自分が憧れてる、あるじゃないですか、いろいろ。そういうものを一旦身につけてみて、
馴染むまで、まあね、でもね、馴染むまでっつうけどね、まあ、1週間2週間の話よ、そんなに、時間のかかるもんでもないです。かぶり続けてる、着続けてると、だん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 その服とか、そのアイテムにですね、自分が馴染んでいって、自分が憧れてた自分に一歩でも二歩でも近づくことができるんじゃないかななんて僕は思ってます。よかったらね、まあ、簡単なもんでもいいじゃないですか。でそこで今回はハットがいいんじゃないかなと思ったんですよね。ハットでもキャップでもいいですけども、ちょっと普段やってないような、こんなことしたらかっこいいんじゃないの、ぜひね、あ、でもね、僕の周りはね、ハット多いんですよ、ハットかぶる人。ここだけの話ですけど、私ブラボー白に憧れてるんじゃないかななんて思ってますけどもね、よかったらハットとちょっとかぶっていただいて、楽しんでいただいたらと思います。今日はなんか自信が湧いてくるアイテム紹介、ハットでしたけども、ちょっと普段と変わったものを、自分が憧れてるもの、自分には似合わないんじゃないかなって諦めてるものを一度身につけてみてください。きっと人生変わるんじゃないかななんて思っております。それではここで一曲ご紹介しましょう。今度ですね、7月15日に、神戸ハーバーランドで、メジャーデビューを記念してですね、ライブを行うんですけども、その時に、1曲足らないぞということでですね、急遽私書きました。そんな曲です。神戸ってね、まあ、だいたい神戸のタイトルの歌が多いんですけども、神戸ってね、いろんなもの発祥が多いんですね。日本で初めて何々っていうのはだいたい神戸が多いんですけども、そんなものをちょこちょことまとめてみました。では聴いていただきましょう。ブラボーしろ、初めて多分今日はこんなんで書けるんじゃないかと思います。聞いてください。神戸が初めて。サッカーゴルフ場、サイダームタマン、ウイスキーボンボン、日本で初めて、神戸が初めて、誰もヤギ缶コーヒーバームクーヘン、日本が驚く、神戸に驚く、何かI'm not afraid to die.
はい、お届けしたのは私ブラボー志郎の超新曲でございます。神戸が初めてお届けしました。この曲ですね、7月15日にそのステージをやるんですけども、その時に、うちのプロデューサーからですね、志郎さんちょっと1曲足りませんよなんていうことで言われましてですね、じゃあ書こうかなんて言って、30分ほどしてね、送りましたらびっくりしましたけどもね、もうできたのなんて、だいたいこれ作ったのが10分ぐらいですね、そしてデモで録音するのに20分ぐらいかかりまして、作った、そんな神戸が初めてお届けしました。もしよかったらね、神戸発祥なんて検索していくといっぱい出てきますよ。すごいですね神戸ね、いろいろ始まってます。ということで、お届けしたのは神戸が初めてでしたけども、次のコーナーはなんか自信が湧いてくる名言集。こちらのコーナーではですね、なんか自信が聞くだけでちょっとああなるほどなーなんていうことで自信が湧いてくるような、そんな名言を皆さんにお伝えしながらですね、私ブラボー志郎なりに解釈していこうという、そんなコーナーでございます。今回の名言集はなんと漫画バガボンドからですね、目を閉じよどうじゃお前は無限じゃろうでございます。バガボンドご存知ですかね、宮本武蔵の話がね、漫画になってます。僕大好きですこれ。ところがこれまだ終わってないですけども、なかなか次のやつが出ないっていうことでね、死ぬまでに、完結すんのかななんて心配になってますけども、このバカボンド、要は宮本武蔵がですね、要は剣の修行の旅にいろいろ出ながら、まあその剣の腕とですね同時に、精神的なこともねどん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 成長していく、そんな話です。これね、いろいろ名言があるんで、僕今後多分バカボンドからいろんな名言を紹介していくと思いますけども、僕一番好きなのはまずこの目を閉じよどうじゃお前は無限じゃろうということで、次のシーンではですね、真っ白な、見開きで真っ白なところに宮本武蔵がポツンと立ってるみたいな感じのね表現ですけども、いろいろね、耳から情報が入ってきいの、目から情報が入ってきいのね、人にあやこうや言われえのということで、どん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 自分の可能性をおそらくちっちゃくしていってるんじゃないかなと思います。子供の頃ね、子供ってやっぱすごいじゃないですか、何をやっても、あ、何でもできるって。で、子供の時にね、例えば大きくなったら何になりたいですかって、パイロットなんて平気で言うじゃないですか。もうパイロットなんて何の今どんだけ大変か、ね、金もかかるしとか、大人になると思うじゃないですか、情報知ってるからね。ところが子供は何も知らんからそんなこと言うわけ、仮面ライダーになりたいとか言うわけじゃないですか、ウルトラマンに、ってウルトラマンになってどうやって飯食っていくよなんてこと考えへんわけね。そんな感じでいろいろ情報が入ってくることで、どん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 自分の可能性をちっちゃくしちゃってるということでね、まあ一旦ね、僕もねこれ見た時にやっぱちょっといろいろとこう考えて、まあ前進めない時ってやっぱあるじゃないですか、僕もあります、そういうことがね。そんな時ね、目閉じるっていうのをちょっとやってみることにしました。これなかなかいいですよ、目閉じてじっと、佇む。ほんならね、一旦まあ何も考えるようになるんですけども、あ、そうかも、そんぐらいのことどうでもいいかなんていうことになってくると、やっとそこでまあとりあえずやっちゃおうかみたいな気持ちになります。とにかくね、人間ってね、まずできへんことってあんまないと思うんですよ。その想像できるっていうことはね、想像できるっていうことはできない。例えば野球少年がキャッチボールを始めた時に甲子園に行きたいんだとかね、ジャイアンツに入りたいんだとか、想像できることってね、そうそう無茶なことないですよ、まあ、きっとできると思う。ところがいろんな情報が入ってきて、だん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 無理だよ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 無理ですよってなっちゃうんですけども、そんな時一旦目、僕ね耳も閉じた方がいいと思います。この間耳栓買ったんですけどね、100均で、目閉じて耳閉じるだけで随分、変わりますよ。これなんかいいらしいね、ぼんやりするっていうのが人間いいらしいですよ。なんか脳の解説しましたけどよく覚えてないですけども、なんか理屈は分かんないんですけど僕よく分かります。目を閉じて耳を閉じるだけでなんとなく自分の可能性がもっともっと広がるように思うので、もしよかったらですね、今運転中の方は、先取ってくださいね、ぜひぜひゆっくりできるときに一度目を閉じて耳を閉じて自分の可能性にもう一度気がついていただけたらと思います。今日ご紹介したなんか自信が湧いてくる名言集はコミックバガボンドから目を閉じよどうじゃお前は無限じゃろうでした。ということで、もう一曲お届けしましょう。毎週毎週ごめんなさいかけておりますけども、私ブラボー志郎のメジャーデビューシングルです。領収書ください、お聴きください。
領収書ください。無駄なことだと知りながら、経営者なら誰でも口にしてしまう。領収書ください。人混みでにぎわう三宮、お久しぶりのお買い物、やっと見つけた真っ赤な素敵なワンピース、お土産ですわお客様、自分へのご褒美、左右の口を開けた。領収書ください。落ちるかどうか知らんけど、ただし書きはいつもの一生代で。領収書ください。30年ぶりの同窓会、お久しぶりの顔と顔、縁も竹縄ですが、そろそろお開きに。お勘定はお一人4000円、半端は任せろ、大きく単価切る。領収書ください。せこいことだと知りながら、できれば日付の欄は開けといてほしい。領収書ください。笑っても忘れない、いつでも財布がパンパンになりながら。領収書ください。儲かってるわけでもないのに、税理士の先生の苦笑いが浮かぶ。領収書ください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 。お届けしましたの私ブラボー志郎の、デビューシングルで領収書くださいでした、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それでですね、ここからは私ブラボー志郎の告知タイムということで時間をいただいてるんですけども、先ほどのその領収書くださいがリリースされるのが今年の7月15日、普通レコード店とかですね、Amazon とかですね、そんなところも当然出るんですけども、ぜひ私ブラボー志郎本人から買っていただければですね、この間サインを練習しましてですね、やっとこさ今何十枚か書いたんでだんだんとこなれてきましたけども、あとねブラボー資料刻印とかも作りまして、そちらの方も押させていただきますので、1枚1200円なのかな税込み、それで、よろしくお願いいたします。で7月15日には、神戸のハーバーランドにありますスペースシアターっていうところでですね、これねスペースシアターって出てますけども、全然ねオープンなスペースでエレベーターとかエスカレーターとか丸見えなんですけども、そこにですね、なんと入場料前より3500円を取ってですね、椅子の方に座っていただいて楽しんでいただこうと。その代わりに、ね、周りから見たらそこのエリアにおる人がもう羨ましくて仕方がないような演出を考えておりますので、ぜひ来ていただいたらと思います。ブラボーシローメジャーデビューということで、カタカナブラボーひらがなシローで検索していただくとホームページも出てまいります。今ブラボーマガジンなんていうのも発刊しておりますので、こちらの方もしよかったらお声かけていただきましたら無料でお渡しさせていただきます。そして
近々のですねブラボー四郎に出会える場所といいますと、まずは5月24日春日の道音楽祭、これは春日の道商店街ですね、こちらの方で音楽祭があるそうでございまして、こちらの方に私ブラボー四郎と信号兄さんの2人が登場いたします。まあ別々に歌いますんで、よかったらブラボー四郎だけ楽しんでいただく、信号兄さんだけ楽しんでいただく、他にもいろんなここでよく出てくる元町ポリスなんかも出てきますんでね、よかったら楽しんでいただいたらと思います。そして6月10日、こちらは毎月10日はスターの日ということで、JR 垂水駅の東口を南に出て、コムケンという居酒屋の3階、黒糖焼酎バーボーカリスト、こちらの方で毎月毎月やっております。こっちはね、割とこう、ブラボーしろ、皆さんに楽しんでいただこうということで、徹底的にバカ騒ぎやってますので、よかったら遊びに来ていただいたらと思います。詳しくは、カタカナでブラボー、ひらがなでしろ、ブラボーしろで検索していただいて、公式ページか Facebook ページでご覧いただけたらと思います。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。お届けしてまいりましたブラボー四郎のなんか自信が湧いてくるラジオ、皆さんどうでしょうか、少しは自信が湧いてきましたでしょうか。さっきね最初に言いましたように、僕もね、偉そうなこと言ってますけども、実は自信満々だから、みんなもこうしたらいいんじゃないのなんていう、そんな上から言ってるつもりはないです。僕もこの話をしながらですね、自分に言い聞かしてるというかね、って言ったらね、テクニックなんですね。自信を持つという一つの、技です。というのがね、同じことやるのでも自信持ってやるのと、自信がなくてやるので結果が違うっていうことがやっぱりちょっと分かってきたな最近ね。だったら無理やり自信持とうっていうことで、でもね最近ね、昔僕営業やってた時あるんですよ。25ぐらいの時に大阪の会社でバリバリの営業会社で、でねやっぱり成績が悪い時落ち込むんですよね。その時に当時の社長が、当時はね僕苗字で原野なんて言われてましたけど、原野、うまいこといかへん時こそから元気出せ言うて言われました。から元気出せって言うんですよね。最初その頃分からなかったんですけど、今にして思えばあの人すごいこと言ってたんやなと思って、またできた機会があれば会いたいなと思いますけども、若い時にやっぱりいろいろ大人はいいことを教えてくれてたんやね。今の若い方ももしこれ聞いてたら、僕らみたいな年のやつが偉そうなこと言いますけども、ぜひ聞いていただいて、やっぱりね長いこと生きてるっていうのはね、それなりになんか、言葉持ってますよ。だからね、聞いたら、まあできたら聞いていただいたらと思います。ということでこの番組聞いていただいて、なんかちょっとでも皆さんがですね、今日一日自信を持って行動できることが、できればいいななんて私ブラボーしろ思いながら一生懸命喋っておりますので、よかったら皆さんちょこちょこちょこっとだけでも自信持ってくださいませ。ということで毎週毎週お届けしておりますブラボー四郎のなんか自信が湧いてくるラジオ、僕のね、曲の方もだいぶ領収してください。もう耳についてきたんじゃないかと思いますので、よかったらぜひ、ほんまにね僕2016年紅白行きますよ。こんなんね自信持つかもなんかも勝手やからね。もう今ね僕の中ではね、その2016年の紅白歌合戦に声がかからない理由がわからないぐらいの自信になってます。必ず行きますので、この番組聞いていただいて、あ、そう言うたらもうなんか自信が湧いてくるラジオの頃から僕ブラボー四郎のファンだったんですなんていうことでね、自慢できるように頑張りますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた来週も自信が湧いてくるラジオ、素敵な話をしていきたいと思いますので、お楽しみに。お届けしましたのは私ブラボー四郎でした。また来週、ありがとう。自信持ってね。